仕事は。メロピデ要塞って怖いところだと思ってたけど、雰囲気を見るとそんなに悪くないところだよな。生活が安定してて毎日ちゃんとご飯が食べられる。それに特別許可券でいろんなものだって買えるし、道理で囚人の大半がここを離れたがらないわけだぜ。あ、リオセスリのことだろ。オイラもあいつの腕は超一流だと思うぞ。見た目はいかついけど実際に話してみると結構話しやすい感じがするし、あいつって監獄のやつらとはどんな感じで接してるんだろう。もしかして接する相手によって振る舞い方を変えてたりするのかな。だな。ここの人にルールを守らせながらも過剰に縛り付けてもない。そんな風に管理できるあいつは独自のノウハウを持ってるんだろうな。おーい、誰か手を貸してくれないか。あれ、今なんか声が聞こえなかったか。すまない、誰かいないか。手伝ってほしいことがあるんだが。やっぱり聞き間違いじゃないぞ。この辺りからだ。でも人の姿は見当たらないな。どういうことだ。あ、誰か聞こえてるのか。おーい、こっちだ、箱の中だ。箱？だから姿が見えなかったのか。よし、見に行ってみようぜ。なんで箱の中なんかに隠れてるんだよ。誰も通りかからなかったらいくら叫んでも意味ないぞ。ちょっと訳があってね。そこは聞かないでもらえるかな。うわ、ひどいな。お前いじめられてるのか。いやいや、そこまでのことじゃないけど、ただ誰かに僕の帽子を探してきてほしくて。帽子を？でもなんでわざわざ隠れなきゃいけないんだよ。あ、わかった。お前って髪の毛がな。ごめんごめん。なるほど、そういうことだったのか。ひひっ、だから顔を見せてくれないんだな。帽子か。よし、すぐ見つけてきてやるぞ。どんなやつなんだ。なんだか誤解してる気もするけど、まあ帽子を取り戻せるならいいか。つばのついた柔らかい帽子でね。色は茶色、デザインは割と普通のものだ。多分入り口のリフト近くで落としたんだと思う。ちょっと暑かったから帽子を脱いでしばらく休んでたんだ。でも気づいたらなくなってて。頼む、あの帽子は僕にとってとても大事なものなんだ。僕はここで待ってるから。安心しろ、サクッと行ってくるぜ。本当にすまないね。よろしく。できるだけ早くしてくれると助かるよ。ここにはないみたいだ。他のところを探してみようぜ。ここにはないな。より骨が折れそうだぞ。水にも落ちてない。風に飛ばされて落ちたのかと思ったけど、どこに落ちてるんだ。それもそうだな、ハゲを見られたくないだけなら帽子があればいいし。よし、それじゃあラグ&ボーンショップに行ってみようぜ。
確かあそこっていろんなものが売ってただろ。えなんでオイラの考えてることがわかったんだ。お前どんどん意地悪になっていくよな。とりあえずお店に行ってみようぜ。あれ、ここのオーナーってお前じゃなかったはずだけど。アルバードの兄貴は仕入れに行っててな。その間はいつも俺が店番してるんだ。ん？待った。金髪の外国人に空飛ぶジンジャーブレッド。お前たちがあの噂の旅人と頼もしい相棒のパイモンだな。そうだじゃん。って違う。いや、半分正解で半分違うぞ。ていうか、オイラはジンジャーブレッドなんかじゃない。頼もしい相棒のパイモンだ。悪い悪い、やっと会えたもんだからつい興奮しちまって。なんか気に障ることを言ってたら多めに見てほしい。俺みたいな下っ端が言ったことなんて気にしないでくれ。そこまで自分を卑下しなくても。オイラただ突っ込んだだけだから。お前たちがエリニュス島でやったことはもうとっくにメロピデ要塞中に広まってるぞ。それにここに来た時あの公爵様が直々にもてなしたらしいじゃないか。俺たちそれがめちゃくちゃ羨ましくてな。お前たちは今じゃ公爵様の大のお気に入りだって誰もが知ってる。みんなお前たちと仲良くなりたいって思ってるんだぜ。嘘をついてごまをするより正直に言った方がいいと思ってな。もともとはアルバードの兄貴が公爵様と仲がいいって聞いてここの店番を買って出たんだが、あれからかなりの時間が経ったってのに未だに公爵様とはあまり会えたことがない。ただ兄貴と仲良くなっただけだ。全く下心がないやつなんていないだろう。まあ相手に無理にすがってその目的を果たすつもりもないけどな。それでオイラたちに目をつけたってわけか。ああいや、それとこれとは別だ。お前たちに会えたのは本当に光栄だと思ってる。で、何を買いに来たんだ。ああ、あるぞ。それで他に必要なもんは。まあ好きに選んでくれ。特別許可券のことは心配しなくていい。俺に任せとけ。そんなの悪いって。はあ、どうせ兄貴は給料を払ってくれないからな。いつも気に入った品を持って帰れって言うだけだ。最近は特に必要なもんもないし、その報酬はお前たちにやるよ。お近づきの印ってやつだ。じゃあ選ばせてもらうな。もうちょっと選んでもいいんだぞ。こんなチャンスめったにないんだから。いや、これでオイラは十分だぞ。得をするのとタダでもらうってのは大違いだからな。得をする方が嬉しいだろ。いいか、この問題はすっごい奥が深いんだ。でも今はあいつが待ってるだろうし、パイモン心理学についてはまた今度にしよう。じゃあありがとな。オイラたちもう行くよ。ああ、毎度あり。公爵様にラグ&ボーンショップのことをよく言っといてくれ。こんな風に評判を上げようとするなんて抜け目ないな。だいぶ時間がかかっちゃったな。箱のやつ平気だといいけど。また来てくれよ。それと
公爵様にもよろしく伝えておいてくれ。やっぱり誤解してる気がしたよ。そんな理由のわけないだろ。あれ？これ僕がなくした帽子じゃないんだけど。お前の言ってた帽子がどうしても見つからなかったから新しいのを買ってきたんだ。そうだったのか。わざわざありがとう。でも申し訳ないが、僕はあの帽子じゃないとダメなんだ。もしかして思い出の品だったのか。それはごめん、僕にもうまく説明できなくって。時間が惜しいから周りを探してみるよ。帽子ならさっき下で拾ったが、これはあんたのかい。公爵様、今日は特に用事がなくて監獄内を見て回ってたんだ。俺の執務室は広いが、長く居すぎるとやはり少し窮屈でな。あんたらは相変わらずのようだ。助けを必要とする人がいれば、どんな些細なことでも首を突っ込む。これぞ冒険者の精神ってやつだな。おう、メロピデ要塞にもぜひ支部を設立してほしいもんだ。あんたら聖望の会にとって帽子は大事なもんだろ。不用意になくすのは良くないんじゃないか。次またこんな幸運に恵まれるとは限らないからな。わかりました。 ありがとうございます公爵様。それでは僕は お先に失礼します。変なやつだったな。なんであんなに困ってたのか結局わからなかったぞ。もしかしてやましいことでもしてるのかな。どうしてお前を見た途端あんなにビクビクし始めたんだろう。まさかその逆さ。聖望の会のやつらはトラブルを起こすこともなく積極的に労働に励んでる。むしろ俺は安心してるほどだ。あいつはただ内向的だっただけだろ。いきなり俺が目の前に現れて緊張したんじゃないか。え、内向的？内向的な犯罪者なんているのか。地上には罪が幾千とあり、犯罪者の動機も幾千とある。犯罪者っていうのはただのレッテルに過ぎない。悪も暴虐も利己も、いずれも複雑な人間性を表現するには不十分なもんだ。彼がどんな人間でどうして犯罪者になったのか、彼の物語を知らない限り分かる術などないだろう。なるほどな。お前が気にしないなら別にいいけど。ああ、そういった類の組織は大半が犯罪者同士のいざこざを集団乱闘へと変えるだけのもんだったが、聖望の会は違ってな。あいつらは斬新で面白いことを試みてる。今時間はあるか。特別許可食堂に行こう。ちょうどあんたらとおしゃべりしたかったんだ。その話の後、もし興味が湧いたのなら聖望の会のラウンジに連れて行ってやろう。あの食堂にはあまりいい印象がないけど、まあどうせすることもないし。ああ、じゃあついてきてくれ。
これは公爵様に旅人じゃないか。ようこそ特別許可食堂へ。本日のサービス食を食べに来たのか。ただ公爵様には先に断っとくが、スペシャルサービス食は今日用意してなくってな。俺は必要ない。あんたらは？おいらも大丈夫だ。もっと美味しいもののためにお腹は開けておきたいからな。残念ながらみんなあんたの腕を買ってないようだな。だったら公爵様、どうにかして食材の種類を増やしてくれないか。じゃなきゃレパートリーも増やしようがない。食べ物がいらないなら飲み物を用意しよう。どれも仕入れたばかりのいいもんだ。お、それならいいな。ここってサービス食しかないのかと思ったぞ。普通の人には出してないからな。これは特別待遇だ。公爵様とお前さんたちだけのな。ひひ、オイラ特別待遇って大好きだぞ。じゃあオイラの分は2つくれ。それくらい余裕で飲めそうだからな。ああ、ちょっと待っててくれ。前回あんたらと会った時は少々慌ただしかった。あの後もいろいろあったせいで、こうして個人的に話す時間は作れずにいただろう。俺は物語を聞くのが大好きでな。あんたらがフォンテーヌで活躍した物語を耳にしてから、実際の状況がどんなもんだったのか聞きたかったんだ。それを話すと長くなるな。なるほど。確かに旅人らしい。旅の見聞を記録し、人脈を築き上げていく。あんたの視野の広さと恵まれた機会はあらゆる人を超えてるな。何を言ってもいいように捉えそうだな。さっき帽子をくれたやつはオイラたちに媚びを売りたいって隠さずに言ってくれたけど、お前はここの公爵だし、そんなことする理由なんてないだろ。いいや、あんたらはメロピデ要塞を救い、俺がこれからもここで愉快に過ごせるようにしてくれた。単純に敬服してるだけさ。あんたらに見合った賛辞を送ってるんだ。それの何がおかしい。なるほど、信頼感が原因ってわけか。仕方ないだろ。俺のやってきたことはどれも小さなことばかりだからな。俺は早くに犯罪者となり、この地へ流された。長くもがき続けたことでやっとここのボスになったんだ。あらゆる手段を使ってきた。まともなものもあれば、口にするのがはばかられるものもある。だがここでは罪が課せられることはない。ただ勝者のみが王となる。どうだ、こんなことを知っても別に信頼感を高めることはできないだろ。そうだな。それにお前ってこれまで会ってきたやつとちょっと違う気がするぞ。その点についちゃ俺も自覚してる。だがそれでも俺があんたらを見る目に変わりはない。この友好な関係をぜひとも維持していこうじゃないか。公爵様、ご指示の通り、やはり荷物の山から申告されていない金製品が一箱見つかりました。とても巧妙に隠されていたことから、これは初犯ではないでしょう。現在荷物のルートを調べています。ああ、そうか。進捗があったらまた知らせろ。とりあえず物を置いて先に戻っていてくれ。はっ、公爵様。すまないな、この件を忘れるところだった。金製品ってなんだ。危ないもんじゃないだろうな。通常であればそういったもんじゃない。金製品とは一般的に秘密裏に持ち込まれた荷物のことだ。だが犯罪者どもの多くは何かしら飛び抜けた特技を持ってる。何の変哲もないものが突如として別のもんに化けるかもしれない。
だから物資の管理は特に注意が必要でな。どれ？うん、大体予想してた通りか。おお、モラにお菓子、毛糸玉、ロープ、機械の部品、それに宝石まであるぞ。大量だな。また、お前が没収したってことは、つまりこれって全部お前のものになるのか。ああ、他に処理する方法もないしな。それってボロ儲けじゃないか。旅人、お前もどっかの公爵になってくれよ。オイラは倉庫管理員だ。そこまで気に入るとは思わなかった。こうしよう、この中から一つ好きなものを選んでくれ。あんたへのプレゼントだ。本当か？どれでもいいのか？後悔するなよ。おいら遠慮しないからな。こんなことで冗談を言うわけもないだろう。じゃあ、これだ。この黒い宝石、一目見て高級品だってわかるぞ。やっぱやめた。別のにする。この石変だぞ。持ってると嫌なことをいろいろ思い出すんだ。自分の意思とは関係なしに嫌な気持ちがどんどんと湧いてくる。これすっごく怪しいぞ。そりゃ妙だな。俺にも見せてくれ。ふん、パイモンの言う通りだ。俺も不愉快な思い出が蘇ってきた。いいのか？この体験はあまり気持ちのいいもんじゃないぞ。なるほどな。じゃあ試してみるといい。体そのものに悪影響はないだろう。この宝石は俺が預かろう。後でじっくり調べてみる。パイモン、別のを選んでくれ。じゃあ、やっぱやめとく。お菓子にしようかと思ったけど、もう怖くて食べられないぞ。ああ、それがいい。念のため箱の中身は全て処分しておこう。ちょうど飲み物も空になる。次は聖望の会を案内しよう。紹介ついでに話も続けられるしな。毎日こんなに暇ってわけじゃないんだろ。今さらそれを聞くのか。最初に出会った時もこんな感じだっただろ。ようこそ、公爵様。聖望の会一同、お待ちしておりました。こちらのお二人はお客様でしょうか。ああ、紹介しよう。こいつは聖望の会の会長、ドゥジェ君。ここはこいつらのラウンジだ。聖望の会はここで様々な飲み物やデザートを提供してる。書籍なんかも充実していてな。それにこいつらは不定期にだが、イベントや講演会も開催する。その度にとても賑やかな雰囲気に包まれるんだ。もったいないお言葉、ありがとうございます。我々はただ同好会の形を参考に、メロピデ要塞にも似たような団体を作り上げただけです。皆さんはここに来たばかりの頃、土地勘もなく知り合いもいません。心細く寂しい思いをすることになります。私にもそういった時期がありました。ただ
私はこう思ったのです。これまでと同じようになんとなく過ごすのではなく、皆さんに変わるチャンスを与えてみてはどうかと。そうして公爵様の助力のもと聖望の会は生まれました。お前も手を貸してたのか。大げさだな。俺はただ手続きにのっとって審査を通しただけだ。あんたらもここに慣れてきたと思うが、ここの人間の多くは相変わらず自由放漫だ。嫌気を感じながら毎日を過ごしてる。だが心から悔い改め自分を変えたいと思ってる人々にとっちゃ聖望の会はいい選択だ。はい、お互いに監督して注意し合う。不安定な精神状態を整えられるだけでなく、新しい友達も作れます。組織の運営はメンバーが自ら寄付した品物と特別許可券に頼っています。ここを含めてほとんどのものがそうして集められました。メロピデ要塞にこんなところがあったなんて。ところで、なんで聖望なんだ？特別な理由はありません。ただ組織というのは記憶に残る何かが必要だなと思っただけなんです。聖望の会での生活が特別楽しく自慢できるものでしたら、この帽子は誇れるシンボルになります。それに皆さんが集まって同じ帽子を目にした時、仲間意識をより強く感じられるでしょう。楽しみ、学び、助け合い、そして新たな人生を求める、これこそがこの帽子を通じてメロピデ要塞の人々に伝えたい私たちの理念です。簡単に言えば、この帽子を見るだけで優等生ってイメージを連想する。新人を募集する観点からも役に立つことだ。ええ、公爵様のおっしゃる通りで、それを見越してのことでもあります。さあ、立ち話もなんですから、どうぞこちらにお座りください。すぐに飲み物を用意してまいります。しばらくお待ちください。お二人とも、もしここに興味がありましたら周りを見てきていただいて構いませんよ。そうだぞ、ついでに寄ったわけじゃなかったのか。おっと、バレてしまったか。どうやら冒険者の目は簡単にはごまかせないようだ。次に悪事を働くときはよく注意しないとな。冗談だ。ただ些細な相談に乗っているだけで、そう時間のかかるもんじゃない。ここの状況はざっと紹介したが、俺の説明よりも自分の目で確かめた方が面白いだろう。なんだか話題をすり替えられた気がするけど、まあいっか。オイラもここが気になるし。うん、優等生のラウンジを見学してみようぜ。君たちが公爵様がお連れしたお客さんですね。今本棚の整理をしているんです。読んでみますか。一部の名作を除き、ここの本の多くは聖望の会のメンバーたちが書いたものなのですよ。ええ、大体が日記形式になっていて、聖望の会で自分がどう変化していったかを記録したものになります。ある人はお酒をやめて、ある人は裁縫を覚え、ある人は綺麗な字が書けるようになりました。私も写真を撮る技術を学びました。皆さんよく冗談でこう言っています。もし地上にいたら一生かかってもこれに時間をかけて打ち込むことはなかっただろうって。それって空き時間が多くなったからか。それだけではありません。昔の私たちは新しいものに挑戦しようという発想がなく、ただ生きているだけでしんどかったんです。
でもここでは公爵様と会長が私たちの暮らしを規則正しくしてくれます。私たちはただ何をやりたいかだけを考えればいいんです。やってみないと自分にどんな長所があるかなんてわからないでしょ。それにこの場所では何をしても世間の目に非難されることはありません。協調性とかも必要ありませんからね。なんだか心を休められる場所みたいだな。まさにそうなんです。誰もが力仕事が得意だったり喧嘩が好きだったりするわけではありません。聖望の会があって本当に助かりました。ちょうどここの掃除も終わりましたので、読みたいものがあればご自由にどうぞ。あ、元の場所に戻すのを忘れないでくださいね。うん、安心しろ。聖望の会のラウンジへようこそ。何か聞きたいことはあるかな。オイラたち適当に見てるだけだから大丈夫だぞ。確かにそんな感じかもね。僕の仕事は新人メンバーに聖望の会のさまざまな設備や福利厚生を紹介することだから、会長からもう紹介を受けてると思うから、僕からは少し補足するだけにしておくよ。みんながいるラウンジの他にも娯楽室、フィットネスクラブ、自習室などの部屋をいくつか設けてある。メンバーはそれぞれ自由に使うことができて、労働以外の空き時間を満喫できるようになってるんだ。おお、いいところだな。じゃあレストランはあるか。あったら特別許可食堂で食べる必要もなくなるだろう。ああ、悪いけどそれはないんだ。生活面のサポートは公爵様が全て管理していらっしゃるからね。でも僕たちは特別許可食堂とも協力関係にある。だからあそこの厨房を借りて簡単な料理をすることは可能だ。そうだな。こういうところに入れば罪を償う日々もそんなにしんどくなくなると思うぞ。ああ、これも会長が聖望の会を創設した時の趣旨でね。僕たちはみんなこの組織に入ったのを正しい選択だと思ってる。ご自由に手に取ってお読みください。でも元の場所に戻すのを忘れないでくださいね。聖望の会での生活はとても豊かで、みんな楽しんでるよ。これから聖望の会は小さな催しを行おうと思っているんです。最近新人が少ないので。ああ、あんたが前に言ってたやつか。悪くない考えだが、いくつか細かいところに問題がある。よう新入り。おいらのことか。ああそうだ、今から俺がやるみたいに思いっきり息を吸い込んでありったけの声を出してみろ。はあ！これは日々の自分を鼓舞するおまじないでな。俺のダチもみんなこれは効くと言ってくれてる。疲労やストレス、嫌な気持ちなんかをこうやって体から吹っ飛ばすんだ。そうすれば新しい一日を元気よく迎えられる。あんたたちもやってみろ。効果はこの俺が保証する。いや遠慮しとくぞ。何恥ずかしがってやがる。まあいい、俺が言ったやり方を覚えておけ。いつかきっと役に立つ日が来るぞ。困った時は思いっきり息を吸い込んで大声で叫ぶ。
一通り話してみたけど、みんないい雰囲気だったな。リオセスリがこの聖望の会を褒めてたのもうなずけるぜ。お、ちょうどドジェとの話も終わったみたいだ。戻ってみようぜ。あ、公爵様の仰せのままに。ああ、俺からは以上だ。おっと、戻ってきたか。ここはどうだった？あんたらの評価は聖望の会とドゥジェイ君に対する俺の評価にも影響してくる。そういった評価システムは聞いていませんでしたが、でも問題はありません。今の発展具合には自信がありますから。そうだな、よかったと思うぞ。けどまさかメロビデ要塞でこんなことをしてるやつがいるなんてな。全く想像もしてなかったぜ。それは、その、確かに今のままでは少し薄っぺらいかもしれませんね。ここにいる犯罪者はまさに十人十色。心の欲求も大きく異なってくる。その欲求は獰猛な獣みたいなもんだ。そいつとちゃんと向き合わなければ、それの渇きのせいでいずれ罪を犯す。だがその獣は満足さえすればまた穏やかになる。逆に利用することだって不可能じゃない。つまり心とうまく向き合うってことは食材の道を行く上での第一歩というわけさ。ええ、公爵様のおっしゃる通りです。聖望の会が創設される以前、自分のことで苦しんでいる人たちを多く見てきました。公爵様もそういった人々を目にしてきたから、私の今のやり方を認めてくれているのでしょう。みんな毎日労働したり闘技場で戦ったりで結構充実してると思ってたけど。一部の奴らからすれば確かにそれは充実に一役買ってる。だが他の奴らにとってはあくまで気持ちをごまかしてるだけに過ぎない。そういえば、あなたたちはご存じないかもしれませんが、公爵様もたまに闘技場に参加されるんですよ。え、お前が直々に？まさかあのカッチカチなナックルをつけたりしてないよな。いや、基本的につけることはないが。どうした？具合が悪そうだな。顔色が優れないが。いえ、先ほどは帽子を見つけていただきありがとうございました。すみません、失礼します。あいつ、相変わらず変わったやつだな。まあ、オイラはもう慣れたけど。ルジェ君、どういうことかわかるか？いえ、私にもよくわかりません。彼は普段から少し変わっているので、後で聞いてみましょう。何しろ、私は会長ですからね。困っているメンバーを助けられなかったら、それは私の責任になります。ああ、じゃあ頼んだぞ。さて、さっきはどこまで話したか。ああ、そうだったな。冗談に聞こえるかもしれないが、あの場所では誰もが本気でかかってくる。だが熱くなりすぎると手に負えなくなってな。俺のナックルは大体がそういった時の秩序を維持するために使われる。それとナックルだけじゃなく、この手錠もかなり役に立った。おっと、あれ、それってあの嫌な気分になる宝石だよな。なんでずっと持ち歩いてるんだ？少々特殊な代物だったんで持ち歩いてたんだ。カバンに入れとけばこれといって目立った影響もなさそうだったからな。ほら、公爵様のために早く拾って差し上げろ。
はい。とても美しい輝きの宝石ですね。割れていないといいのですが、念のため確認してみてください、公爵様。ああ、問題なさそうだ。ところでドゥジェ君、こういった宝石を見たことは？いえ、高級品のようですし、私なんかとは無縁でしょう。それもそうだな。さて、ぼちぼち用事も済んだところだ。今日はこの辺にしておこう。旅人には別の予定もあるしな。え？かしこまりました。皆さん、お気をつけてお帰りください。そこまでお送りいたします。お二人にお会いできてよかったです。ぜひまたお越しを。公爵様もどうか順風満帆な日々をお過ごしください。ああ、あんたもな。オイラたち別に予定なんてないけど、なんで急にあんなことは。どうだった、聖母の会を一通り見た感想を聞かせてもらえるかい。オイラが見た感じ、なかなかいいところだと思ったぞ。リオセスリだってずっと褒めてただろ。お前が何を言ってたかはあんまり覚えてないけど、とにかくあいつらは新しい生活を前向きに過ごしてるってことだよな。でももしあいつらがうまくまとめすぎたら、お前の言うことを聞かなくなったりするんじゃないか。確かにその可能性はあるだろうな。だが現段階じゃ、こうして犯罪者の集団を管理する組織があることで、俺の仕事量を確実に減らしてくれてる。ついでに聖望の会が果たしてどこまでできるのか、そしてヌジェ君がこの先どう考えてるのかもぜひ見てみたいしな。果たしてどう転ぶか。それにいささか不協和音が聞こえるんだ。不協和音？旅人はもうすでに気づいてるようだな。ああ、あんたなら気づいてくれると思った。事の全貌はやや複雑だ。詳しい説明は後にしよう。だが現状が予想外なものになってるとだけは言っておく。俺は黙って処理しようと思ってたんだが、今となっては表に出さざるを得ないだろう。これからどうなることか。何言ってんだ。今からもう一度ラウンジに戻ってくれ。忘れ物をしたとでも言えばいい。俺の考えが正しければルジェ君はもういなくなってるだろう。だが会長の目がないからこそ、メンバーたちは面白い反応を見せてくれるはずだ。調査し証拠を集め、真相をもって審判する。これがフォンテーヌの主流でな。俺は久しく歌劇場のショーを見てない。少しばかり懐かしくなってきた。ああ、理由は後で説明してやる。だが今はまさにチャンスなんだ。もし聖望の会の奴らが全員出払ってたら、きっと何も聞き出せなくなる。そうだな、何をするかと聞かれたら、ああ、検討でもしに行くか。お前、何もする気ないんだな。
本当にルジエはここを離れたみたいだ。さっき違和感があるって言ってたよな。ならお前のその感覚を信じて調べてみようぜ。オイラも頑張って協力するぞ。あれ、君たち。ごめん、オイラたち忘れ物をしちゃったみたいで。ここに落としたかもしれないから探しに戻ってきたんだ。そうでしたか。誰も見てないのか。あ、別に心配しなくて大丈夫だぞ。大事なものってわけでもないから。心当たりがないなら自分で探してみるな。リオセスリにも行ったりしないから安心しろ。じゃあ会長に報告しておこう。大丈夫だって、ただの忘れ物だし。それになんでわざわざあいつに伝えなきゃいけないんだよ。オイラたち、ここを探してみてもいいか。ええ、どうぞ。また本棚の整理をしてるのか。ええ、すみません。今はここの本をお読みいただけません。別に読もうとはしてないけど、さっきはすごい親切に勧めてたよな。すみません、すみません。どうしても見せられないんです。どうかお許しください。どうしても見せ、本当に。なんかここの不気味な感じがオイラにも伝わってきたぞ。あいつら何かに怯えてるみたいだったな。とりあえず戻ろうぜ。おい、どうしたんだよ。大丈夫か。どうも。その何か。聖望の会は設備が充実していて、福利厚生も整ってる。さっきも紹介したはずだよね。他のことは僕もよく知らないよ。知らない？あ、ごめん、今のは気にしないで。つまりもう話すことはないって意味だから。これ以上困らせないでくれるかな。おい、でかいの。なんだよ。まずは思いっきり息を吸い込んで大声で叫ぶって。そうだった。覚えるのが早いな。飯を食って少し眠くなっただけさ。その俺だってずっと元気ってわけじゃないから。探し物だよな。近くにはあると思うが俺は見てない。俺は見てないから他のところを探した方がいいだろう。戻ったか。ラウンジの様子はどうだった。さっき会ったやつらがまるで別人みたいになってたぞ。
なるほど、これで俺の予想も裏付けられたというわけか。聖望の会の不協和音とは、つまるところ、あのメンバーたちが時折見せる狼狽のことだ。そういえばラウンジであいつに会った時もひどく怯えてたし驚いてたよな。まあそもそも最初に帽子のことを心配してた時点ですでにおかしかったけど。ああ、俺があいつの帽子を取ったのもそれが理由だ。なるほど。ってお前が取ったのかよ。その背後にある真実を知りたかったんでな。ドゥジェイ君が言ったように、メンバーの中には精神状態が不安定な者がいる。だ、始めたばかりさ。ドゥジェイ君が俺のために細かな根回しをいろいろとしてくれていたようだが、今にしてみればその演出がいささか過剰なもんだった。おかしいと思ってるなら聖望の会の連中をパパッと捕まえちゃえばいいじゃないか。公爵のすることに理屈なんて必要ないだろ。どうやらあんたはこの俺よりも公爵様の名にふさわしいらしい。無知をあんたに渡してやりたいくらいだ。だが無知ってのは何も人を叩くためだけのものじゃない。見せるという使い方もできる。俺がどんな環境を作りたいかは、ここにいる奴らに何を見せたいかで決まる。あいつらの目には俺が少なくとも話の通じる奴だと映っていてほしいんだ。言ってることが難しすぎてよくわかんないぞ。ああ、そういうことだ。もし俺がへりくつを言えば、ここにいる奴らまでへりくつを言い出すだろう。だから、たとえドゥジェイ君が馬脚を表していたとしても、確たる証拠がない限り、俺も態度を変える気はない。なるほど、そういうことか。じゃあ、聖望の会の会長は、何らかの方法を使って、メンバーたちを洗脳してるんだな。いつもは前向きな姿を見せてるけど、それはあいつらの本心じゃなかったってことか。ああ、目に見えない手段で洗脳していたとして、ドゥジェイ君側からするとメンバーを元気づけることとやる気にさせることには何のメリットもない。だが今日の訪問で俺からのサインを理解するやつが現れるだろう。もうじき魚がおとなしく泳いでくるはずだ。魚？サイン？まずは夜まで待とう。監視たちが調査するにも時間が必要だからな。時間になったら俺の執務室まで来てくれ。おい、もっと説明してから行けよ。まったく。来たな。今晩は美味しいサービス食を引き当てられたか。世間話はいいから、聖望の会の件はどうなったんだよ。そう焦るな。物事が熟すまでの間、俺らも考えを整理して疑問を払拭しないといけない。俺が聖望の会に問題があるかもしれないと気づいた時、真っ先に思い浮かべたのは、なぜ誰も俺に真実を話さないのかだ。確かにそうだな。もしかして
あいつらが怯えてるものって公爵でさえ解決できないようなものってことか。仮にそうであったとしても俺に確認しないことにはわからないだろう。一人や二人ならまだしも、全員がそう思ってるのは不自然だ。俺が思うに、可能性として一番高いのは、真実を知ったとしても俺が味方になってくれないと確信してるからだろうな。ああ、ドゥジェ君はあいつらに何か言い、俺が肩を持たないってことを匂わせてるんだろう。だから俺のやるべきことは、その嘘を破り俺の態度をはっきりと示してやることだ。たく、もともとはもっと密かに処理しようと思ってたんだが、あんたらがああも大っぴらに帽子をなくした奴のことをバラしてくれたもんだから、あの場にいた全員は俺らがこの件を調べてると感づいたはずだ。ドゥジェ君含めてな。なるほどな。って、あれ？もしかして、オイラのせいなのか？あいつは帽子をなくしたことを、ドゥジェ君に知られるのを恐れていた。聖望の会に戻っても、決してそれを自分から口にしなかっただろう。だが会話の中で、あいつが帽子をなくしたことをドゥジェ君は知った。しかもよりによって、俺らがその帽子を拾ったとなれば、ドゥジェ君の警戒心は一瞬で限界に達するに違いない。ああ、俺もそう考えてる。たかが帽子で人があんな風に怯えるわけがない。ドゥジェ君に時間を与えれば、奴は真実を隠そうと動くだろう。そうなれば、せっかく見つけた手がかりも途絶えるに違いない。だから考えた末に、わざとあの黒い宝石を落としてみたんだ。あの場にいた全員の反応を見て、俺は満足した。え？あれってわざとだったのか？ああ。あの金製品の箱は、そもそも聖望の会の疑惑がきっかけとなって、最終的に押収したもんだ。ま、あいつらがあの宝石を見たことはあるかどうか、俺も確信はなかった。だが、あの状況では他に方法もなかったからな。やむにやまれず賭けに出てみたってわけさ。その通り。俺はあれが何なのか知らない。つまり、事態を把握してないっていうメッセージをあいつらに伝えたんだ。さらに、あんたらは名の通った二人だ。悪事や暴行を見過ごすことはしないだろう。あんたらがいることで、こちらは加害者ではなく、手を差し伸べに来た存在だと意思表示できる。オイラたちのことまで計算に入れてたのか。悪いね。事情がこうも複雑なせいで、説明するにはいささか時間がかかりすぎる。だから、まずは自分の目で確かめてもらった方がいいと思ったんだ。だが安心してくれ。これで俺らの間に情報のズレはなくなった。すべて共有したからな。無理にとは言わん。だが、あんたらには引き続き協力してもらいたい。聖望の会の裏にある秘密を暴くためにな。さて、手伝ってくれるかい？少しムカつくけど。ああ、心から感謝する。現状、二つのことがまだ判明していない。一つは、聖望の会のメンバーの帽子には一体何が隠されてるのか。帽子は調べてみたが、特に気になるところはなかった。